名主は、日本の古代末期から中世日本にかけて、公領、荘園領主から、名田の経営を受けようとともに、領主への功能の責務を担った階層である。大名は、大名主より転じた後、近世において、名主は、村役人の呼び名の一つとなった。日本では、八世紀初頭以来、律令に基づいた、土地支配、租税収守が、政府によって行われてきた。 しかし、旧世紀に入ると支配、収主から逃れるために百姓たちの逃亡、不老が顕著となっていき、律令制支配、収主は大きな転換が迫られていた。旧世紀後期から十世紀にかけて、政府は従前から実施してきた人別支配を改め、収主の対象となる土地そのものに対する支配、収主体制を確立していった。それは、 国家が,が支配する土地をだという単位に再編し、当時、経済力をつけていたタトと呼ばれる、不合層に灘経営を受け負わせることで、租税収入を確保する体制であった。また、他トの側にとっても、権利関係が不安定なままで、電磁経営を行うよりも、国士の公認を得て、安定した権利関係の上で電磁を経営することには、大きなメリットがあった。 こうして、灘を経営するようになったタトは、不明、またはタト不明などと呼ばれた。その後、荘園にも灘科が波及すると、タトは荘園内の灘経営も受け負うようになった。タト不明には、在地領主の支配下で、灘経営する者もいたが、タト不明自身が在地領主として、現地支配、管理する者も多かった。そして、他と不明は、公領にあっては、 在庁管理人や軍事、合詞、安詞などとして、国詞のもとに、荘園にあってはゲス。公文などの召喚として、領主の下に、それぞれ編成されていった。国詞や領主などの支配層は、他と不明による、田経営を強化するために、現地での支配権、管理権を次第に付与していった。こうして与えられた、支配権、管理権は一様ではなく、田の規模、 対応によって様々な形態をとっていたが、いずれにせよ、他と不明は、国史、領主に認められた権限を背景に、現地において百姓らへの支配を強めていったのである。11世紀後期から12世紀頃になると、他と不明層は、名主と呼ばれるようになった。この時期、荘園や公領を支配、収集の単位とする体制、すなわち、 小園高寮制が確立したが、名主は小園高寮制の基盤を支える階層と言えた。小園高寮制の進展の中で、国師小園領主から認められた名田に対する諸権利は、名主職として確立していった。名田において、名主は百姓らから年貢、くじ、夫役を徴収し、国師や小園領主へ納入する義務を負っていた。 また、名主は、百姓から徴収した中から家事コを、中間特分として、自らの収入としていた。さらに、下人、所住と呼ばれる、霊族民を刺激して、国師、領主から承認された、宮殿、面田屋自らの屋敷周辺に設定した私的な、伝時を工作させる者も,もおり、その場合、収穫物はすべて名主の収入となった。名主の立場には二面性があった。 国士、小園領主などの支配層から見れば、名主は支配される側、すなわち非支配者だったが、一般百姓らから見れば、名主は現地における支配者だった。このように、名主の性格は一概に説明できるものではなく、灘を経営した階層と抗議に解釈されている。また、名主は、機内周辺では、農業経営に携わる有力百姓としての、 性格が強かったが、その他の地域では、豪族的な者も,もおり、特に関東では、武士の老頭的な者も,も多かった。12世紀末に、鎌倉幕府が登場すると、特に東国の名主の中には、幕府に帰産して御家人となり、自党に部任される者も,も現れた。総称金名主職売権、売り渡し去る自名の田畑名主式事号一長三段者。この、外屋式有の、 在所山城国くずの郡この江戸の御領内、梅津省なり、目録並みくじ仏等注文者別子有の、右限伝幕名主職者、総称金千図総伝の地なり、家ども、三遊余裕、自家戦士十一貫文人原英大将副本県、当初売り渡し猿者未堂、忍人氏実証なり、若王子の名主職人違反反猿排出来事者、も、 本戦一倍か弁座たサル公ー。なおブサタの自社、受け認賞とも、か、松室紀名公、その時さら一言司祭付加かサルなおため後日売券の上助権。欧二十四年定遊二月九日売主賞金。ただし、受け人六か年間なり合い、とも受け人カツラマゴ四郎十三世紀中期頃になると、農村社会に大きな変動が生じ始めた。 肥料や農具などの改善や米の品種改良の進展などを背景として、機内や採用などで二毛作が広がるなど、農業生産が著しく向上していった。また、農業生産の向上は、主工業や広い範囲での流通を劇的に進展させ、さらに貨幣経済の普及をもたらすこととなった。こうした、社会情勢の中で、従前、名主の支配、 管理下で生産に従事していた一般白姓が経済力をつけていった。経済力を獲得した一般白姓は、灘を購入するなどし、名主の支配から次第に逃れていった。中には、経済力を背景として、国士、省遠領主から名主職に認じられて、名主階層となる者もいた。当時、名主職は、送電や乗与できる権利と認識されており、 農村社会内部の均質化によって、名主の地位や権利は徐々に分割されていった。それまでは、名主職は代々相続される権利と認識されていたが、この頃から人々の間を移り変わる権利、すなわち仙台の職と認識されていったのである。名主は、分割化、仙台化の度合いを強める一方で、国史、荘園領主からの独立志向も強めていった。荘園、 公領内部で百姓階層の経済力向上と均質化が進んだことで百姓階層は名主を中心に団結するようになった。松園、公領に存落が発生したのは13世紀後期から14世紀にかけての時期とされているが百姓層の団結を背景として国史、松園領主に必ずしも従わない名主も現れた。当時悪党と呼ばれたものの中には こうした名主も含まれていたと考えられている。14世紀中期頃には、松園、高領内の村落が自治性を高めるようになり、紀内や西国では、創村、東国や九州では、豪村と呼ばれる自治村落へと成長していった。そうなると、名主の地位は相対的に低下することとなったが、名主は、創村、豪村の中で、指導的な立場を務めるようになった。 室町時代、東国では、昇園領主の権限がかなり小さくなっていたため、名主職の形外化が激しく進んだが、西国ではまだ昇園領主の権限が機能しており、名田単位による負荷が行われたため、名主の地位は残存し続けた。室町期には、守護による一円支配が強まっていき、名主の権限は弱まっていった。戦国期に入ると、 戦国大名による強固な両国支配が敷かれるようになり、一層、名主の権限は薄まっていった。そして、大公検地によって、名主という地位、権限は実質的に消滅することとなる。しかし、室町期以来、存濁自治が根付いていたこともあって、江戸幕府及び諸大名は、存濁にある程度の自治を付与する民政を選択した。存濁には、 指導的な立場として、村役人、庄屋が置かれ、急な主層がその役につくことも多かった。特に東日本では、村落の指導的立場を名主と称する習わしが残り、多くの地域で村役人の筆頭が名主と呼ばれた。また、当時の北海道や樺フ騰及び北方領土で庄屋名主に相当する役職に大人があり、江戸の有力者が、 正木藩や函館奉行の行う部育政策で任命され、藩や奉行の置き手書きを住民に伝達したり、住民や労働力を把握し、就問人別改め帳の作成や漁労などへの動員に当たった。江ノ森進、日露和親条約調印後の幕府の北方地域政策について、東北学院大学論修歴史と文化2014年52巻。 P17 から37、ネー400億 1, 2千五5万1七7 2ありがとうございます。